見たら大人っぽくなったね。うん、本当本当。うんって何どういう心情？嬉しい。嬉しい。はい、なんか今日すごい大人っぽく見える。なんでだろう、ありがとうございます。このヘッドホンの効果ですけど。ヘッドホンすると大人っぽく見えるみたいなのがあるのかな。でもちょっと見えません、なんかあこの黒によって。でもうーん、頑張って同調するとするなら、まあ、お仕事してる感みたいな感じかな。分かんない、分かんない。頑張って同調してくださった。そう、ありがとうございます。はい、続いていきます。はい、船橋市のラジオネーム真冬の気圧配置さん、ありがとうございます。真冬の気圧配置さんからいただきました。ありがとうございます。私が考えたのは、うん、日向学習帳です。ほう、ジャプニカ学習帳のオマージュなのですが、うん、表紙の部分には各メンバーの写真、メンバーそれぞれが得意な教科を担当します。うんうん、勉強嫌いな子もね、メンバーを見たいがために自然と勉強机に向かいノートを開くようになると思います。いや、これいいと思う。すごいいいですね、これ。嬉しい。やっぱほら、学生の皆さんとかさ、うん、ノート大使うじゃん、授業とかでも。結構消耗品ですね。うん、テンション上がる。ひなのは何かさ、この個人的にこの教科得意みたいなのある？でも得意かわからないんですけど、うんうん、あの今日向の部活動っていうので、うん、図画工作部のちょっと部長をやらせていただいてるので、ね、うんうん、図画工作と思ったけど、図画工作ってノートないですね、多分。あ、確かに。どうしよう。あ、どうしよう。ちょっと似てる美術とかで、うん、いいね、はい、美術のいいね、行こうと思います。確かにひなの美術部だったもんね。はい、いい、ぴったりだと思う。にぶちゃんはどうですか？なんだろうな。はい、私も得意かどうかあれなんですけど、数学がすごく好きだったんですよ、実は。なので数学のノートになりたい。数学のノートに、うん、私いますね。いいですね。数学の授業中、こうにぶちゃんがチラッと見てこの公式は〇〇とか。いや、ダメか。カンニングになっちゃうな。ダメです、ダメです、嘘です。元気が出そうです。元気出るかな、ね。はい、うわ、いい ね。なんかグッズとかでもね、全然ありありって感じ。ちょっと恥ずかしいですけどね。照れちゃう？ちょっと自分がこう、自分の使ったら自分が見てくる感じがあって。でも視線感じてちゃんと勉強しなきゃって思うかもしれないです。今しめになるかもね。うん、私の自分らのさ、こういう、にかっていう表情がさ、勉強しなさいっていうような感じで。私、一時期、勉強机に自分の写真置いて、うん、こう、見られてる視線感じながらやってた時あったんですよ、お勉強を。はい。え、それアイドルになってから？アイドルになってからです。あの自分のグッズの写真を置いて、ね、うんうん、こうやって視線をめちゃくちゃ感じながら勉強してたことがあるので、ぜひちょっと勉強に身が入らない方とかおすすめです。そうね、おすすめかもね。いや、なかなか不思議だね。しかも自分の写真ってところがちょっとそう、なかなかにね。まあいいと思う、今思うと想像しちゃったよ。変だったなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてひなのもね、17歳の誕生日もね、みんなでいっぱいお祝いできたらいいなって思った。うん、そうですね、4月4日なんで、うん、あと1週間ぐらいですかね。あと1週間か、1週間も満たないうちに、満たないね、17歳にね、放送からなるみたいで、うんうんうん、いや、私さ、ひなのがさ、はい、私が誕生日の時にさ、バースデーソング作ってくれたじゃん。覚えてる？覚えてます。実はね、ちょっとボイスメッセージで送ってくれたので、はい、可愛すぎて画面録画しちゃった。確かそしたら保存できたの。嬉しいです。可愛いと思って、いつでも聞けるようにしちゃった。だから私もじゃあひなのの誕生日の時に何か考えられたらいいなって思ってます。じゃあちょっとお待ちしてます。言っちゃった。お願いします。お願いします。